マイアミはアメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の44番艦。艦名はフロリダ州マイアミにちなんで命名された。その名を持つ艦としてはクリーブランド休憩巡洋艦18番艦以来3隻目。マイアミの建造は1983年11月28日にコネチカット州クロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され。 1986年10月24日に寄港した。1988年11月12日に JNP ウィルキンソン夫人によって命名浸水し、1990年6月30日にトーマス W マダー艦長の指揮下収益した。2012年5月23日午後、メ演ン州のポーツマス海軍造船所での定期修理中に完全ポーの 第四区画で火災が発生し、消防員5名と乗組員2名が軽傷を負った。当初、火災の原因は掃除機と考えられたが、同年6月16日にも火災があり、捜査の結果、塗装の作業をしていた24歳の民間作業員の放火であることが判明。連邦裁判所は、禁錮17年以上の判決を下した。修理は、 当初修理費は4億5千万ドルと見積もられていたが、後に3億9千万ドルもの増額が必要であることが明らかになり、加えて慣例がすでに20年以上経過して、今後の運用は10年間と予定していたこともあり、2013年8月6日、海軍は米議会に修理と艦隊復帰を断念すると通達した。2014年3月28日に正式に退役した。 原子力潜水艦マイアミ放火事件に関するカテゴリー、ありがとうございます。